ショロトルショロトルは、アステカ神話の神、ケツァルコアトルの双子とされる、双子、怪物、奇形などを表し、球技とも関係がある、動きの日の印及び十六番目のトレセーナ、一のハゲワシの守護者だが、このトレセーナに生まれたものは悪党になりやすいと言われた。ケツァルコアトルの双子、または、ナワルとされる、ソーシングはしばしばエカトルイコールケツァルコアトルと同じ、ものだとされ、 巻貝や星の飾りを身につけ、頭部は犬の形状をしている。古い時代の人々は双子を一種の奇形として恐れていた。このことから、ショロトルは神と双子であると同時に人体の奇形や2本のトウモロコシが一緒に生えるなどの植物の異常を象徴することにもなった。太陽創造の神話によれば、空に昇ったものの動かない太陽を運行させる。 エーカトルが神々を殺す役になったが、ショロドルは、私を死なせないでくださいと言って、大いに泣き、眼球とまぶたが流れ出してしまった。そして彼は、二股のトウモロコシや二股の流ラ乱や、メキシコサラマンナーに変身して逃げたが、結局捕まり、イケニエにされた。この神話にはイケニエを捧げる役がエーカトルではなく、ショロドルになっている遺伝もある。なお、新しい太陽が創造された時、 ショロトルは、仲間の神々が、太陽に、命と力を与えるために犠牲となって死んだのを、悲しんで泣いた、あまりに両目が流れ出てしまったという話も、知られているが、これは、世界神話伝説体系の偏社である、松村武雄が、ルイススペンスの、ザミス・オブ・メキシコ・ペルーの h is, depicted with empty eye, sockets, which circumstance is explained. バイザミスザットウェンザゴッツディターミンド、ツーサクリファイスゼムセルブスイン、オーダーツーギブライフアンドストレングスツーザニューリー、クレイテッドサン、ショウロートルウィズドリュー、アンドウェプトゾマッチザットヒズアイズフェルアウトオブゼアーソケッツ、という記述を参考に創作したものであり、実際の神話とは異なる、ショロトルが冥界に旅して持ち帰った前時代の、 人間の骨の断片に神々が流した血をかけて生まれた男女は、アザミの乳獣で育てられ、新しい人間の祖となった。彼は犬の頭を持つ神で、冥界で死者の魂を導くと信じられていた犬と関連があった。エドアルト・ゼイラーによれば、金星でもあるショロトルは、冥界に赴く太陽の友をしたと考えられる。ありがとうございます。